なんかね、動きを見てるとなんか同じ動きをずっとしてるんで、あ、なんかパターン見つけたんやなっていう感じ。そうです。嘘つけ。ラカン、やばい、ゴーヤさん、ラカンの湯、マジでラカン、これ、ナマスケさんゲットしたラカンの湯ですよ。ラカンの湯、まあ、倒しただけやったら普通にね、クリア扱いですけど、そうゲットしたら、あなたは、あれ、ん、え、ん、あれ、逃げ出しました。早い早い早い、速攻で、どこ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 、でももう一回見つけたんでね、図鑑から分布見つけれますもんね。まあ大手がかかったことに違いはないというパターンですね。いや、蟻地獄にしたいんだけど、でもナックラーだと、あれ、ここじゃないの、どこだっけ。さあ、ゴージャスさんが追いかけてます。自転車どこだっけ、自転車サイクリングロード、これはもうサファリゾーンは一生行かないパターンかもしれないですね。すいません、視聴者の方、申し訳ないですが、サファリゾーン今回はありません。申し訳ございません。ちなみにサファリゾーンに行ったらピカチュウがいるので、ピカチュウを捕まえましょうっていうクエストを出そうとしてたんで、わー、はい、ピカチュウ捕まえたかった。ピカチュウを捕まえたら、その、まあ、レベルを教えてあげるってヒント出そうと思ってたんですけど、ちょっと今回はおそらくないですね。すいません、俺が捕まえに行こうか。今余裕じゃないですか、だいぶ。あ、これサイクリングロード、あったあったあった。え、サイクリングロード関係ある？うわー、分かっちゃうもんな、これも。分かっちゃったなー。ナマスケさん、もう分布が見えちゃう。見えちゃったなー。どこにいるのかな。もう時間の問題。どこに、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 どこの草にいるの？どこの草？これあれですよ、ゴージャスさんとナマスケさん同じとこにいるわけではないですよ。そうなんですよ。誰に聞くの？誰に聞くの？お母さんに聞きに行くわ、実は。すごいの持ってますね。マックさん。嬉しい。こんな急に。急に。いる。いる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 。いるいるいる。この辺に。なにどこにいるの、どういうとこにいるの、どういうとこにいるの、どういうとこにいるの、なにどういうとこにいるの、どういうとこにいるの、どういうとこにいるの。マスケさん聞いてますよ、ゴージャスさんが。マスケ。どういうとこにいるの、マスケ。草むら。株主だぞ、こっちは。株主株主何の株主。なんか、ナオスケさんの株持ってるぞ。え、水の中にいるの、ここにいる、ここにいる。え、草むらじゃないの、ここにもいます、ここにもいます。草むらいるの、これ、草むら、来い、これできたら、バカ好き、バカ好き。だってこれ、だってこれ、なんで水にいるの、俺も水にいるんじゃない。誰かに聞いた方がいいっすよ、これ。お母さんに聞きに行く。お母さんに聞きに行く。これちょっとね、不利になるんで言いますけど、はい、空を飛ぶをすると移動、ランダムにしちゃうっていうのは、これはもう、ああ、前も言ったね。前も言ってました。金銀の時もありましたし。前も言ったけども、一回これで、お母さんに聞かないと。なので、まあ。分布をね、直輔さん見つけていくときも空を飛ぶをしていかないで、まあ地面を、まあ、海とか普通に走り回りながら行かないと場所移動しちゃうよっていう。はい、僕んちどこでしたっけ。これ僕んちどこでしたっけ、誰ですか。私どこの町から始めましたっけ。この近くですよね、今多分お父さんのいるジムのところなんで。いたさあ、チャンス。私出身どこでしたっけ。出身どこでした。あ、私神砕く、私コトキタウンです、私の出身は。コトキタウン、コトキタウンに、だめだ、バイバイ。コトキタウンでした。わし、アリ地獄なんですけど、逃げられんの。アリ地獄でもダメ、特性聞かない。私コトキタウンじゃない、私の出身、特性を無効にするんじゃない。私の出身どこですか。何なんだ。東から、東から。はい、はい、ただいま。でけ、うわ、広いですね。行っちゃいましたね。私の出身の、ん、私出身、いや、東からさっき来たんだっけ。ゴージャスさん、早く探さないとやばいですよ。よっしゃ、もう多分何も教えてくれないですよ、もう。
何もう普通に歩いてって探すしかないの。普通に歩いてって探すしかないです。そんなバカなことある。そんなの崩壊してんじゃん。ゲーム性が足で稼げってことですよ。そうです。ここでこうやってああかもしれない。これ来るかもしれないでしょ。可能性は全然、うん、来るわけねえじゃん。いやでも直輔さんそれ聞いた。いやいやいやすごいな。どうだった。これ展開面白いですね。よし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 。何の意味もない。こんなここなんでここじゃ会えないと思う絶対。まあ、いる可能性はありますけどね。ない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 。これゴージャスさんがねラッキーなレベル見たってことですよね。確かに直輔さんよりそこはちょっと有利な。いやそんなことないよ。一緒だよ。一緒ですかね。一緒。確かにね、一緒だよ。これね多分視聴者からしたら、いやゴージャスさんこれラッキーやん。見られた見られた。直輔さんなんで見られちゃうの。だとしたらもう本当に別の部屋でやってほしい。そんなねあなたたちのねあの出資でね別の部屋でやらせてもらうようにすればいいでしょ。私たちは関係ないもん。私はパッと見たら目に入ってきただけ。たまたま見ちゃったんだけ、ね、たまたま見ちゃったんだ、ね、まあ不可抗力ですね。ゴージャさんは今レベルを31のハスボウでゴールドスプレーを使って回ってるので、はい、来た！あ、来た！来た！さあこれは逃げないでちょうだい。やばい大手か。逃げないでちょうだい。一旦初手。あ、早い。早いな。素早さを上げないためだな。ゴージャさんが横から学んでいますね。これでももう完全にクライマックスですかね。やばい。この対決のくじけそう。これで決まりますよ。くじけそう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 になってる。ここに来て。くじけそう。ここに来て。ここに来て。なんでこんな広いマップの中で探せるわけないんだよ本当に。そう言ってね今までゴージャスさん見つけてきてますからね。いやいやいや今回はもう分かる自分でこれ絶対無理だなって。絶対無理だ。調べていいどこに出るか調べていい。多分もう調べても分かんないと思いますよ。これ多分サイトとか見てももう本当にランダムなんで。あるのどっかにここに湧きますよ。来た。おー来た来た。さあこれで頼む決まるのか。あーやっぱ早い。いや速さの問題か。それを確かめるっていうのもね。電光石火、電光石火、電光石火、電光石火で。マイナー早いよな。マイナー早かったな。早かった。マジで今多分本当にもう大手ギリギリですねお互い。よしよしよし。ゴージャスさんもまあチャンスっちゃチャンスなんでね。出会って速攻で倒しちゃえば。全然。捕まえる。本当にもうお互いが勝ってもおかしくないぐらいのレベルの今戦いします。ここは捕まえる。捕まえるんですか。いや、やっつける。あ、やっつける。どこ行けばいいの。これ合ってんの。俺に合ってんのこれ。もう合ってますよ、もう全然。いやもうこれでもむしろこれしかないぐらいの。いやもうそんなこと言ったらもうないよ。もうこれ俺精神崩壊しちゃうよ。崩壊しないで。崩壊しないで。やってること今一緒ですからね、直輔さんと。よし、もう一回下行く。あ、スプレー切れてますね。チューブだ。マジでこれ。あ、フラッシュ使って、間違えて。もうダメだ、もうダメだ。お、うん、これ、直輔さんチャンスですよ。ゴージャスさんがもうちょっと心折れてるってことは。よしよしよし。これ、駆け込みクリアあるかもしれないですよ。よし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 。そんなことでさ。多分全然今日で終わるかもしれないですね、これ。そうですね。あー。あーあーあーって言ってる。ああそうか。いや待って。さあ一回休憩挟みます。大丈夫ですか。挟みましょうか。ラティオス。ラティオスです。うちの子は。ラティオス。ナスケさんはラティオス。俺もラティオスでしょ。ゴージャさんは何色って言われてました？青。え？言ってました？赤。青。赤。赤。黄色。
キロ信号機あえうち何違うのキロニュースもう一回見てニュースニュースもねニュースもう一回見たくなっちゃいますよねニュースニュース見てくださいニュースあテレビないですかこのうちねないですねテレビないんですか前みたいなんですよね何これこれあのあ灰を集めたら交換できるやつですね何灰なんか集めてないのあの灰まみれの草むら歩くと勝手に集まっていくへえーへーどうすんのこれゲットしましたね青いビートルあーそっちどうすんの眠い状態やったいやいらんわえいや釣れるんだこれもっと早く知りたかったえ海じゃなくて草なの絶対草絶対じゃなさそうですねこれもう海にいるかもしれないの海にいるかもしれないですなんじゃもう終わりだもう終わり終わりだ会えるわけないそんなの直輔さんなんかパターン見つけたっぽい感じの動き方しますねうんこの形式でいこうみたいな嘘つけ嘘つけ全て解けた全て謎解けたと解けましたいけましたかね、なんかね動きを見てるとなんか同じ動きをずっとしてるんであなんかパターン見つけたんやなっていう感じのそうです嘘つけ嘘つけもんね女ゴージャスみたいな女ゴージャスやだ捕まえたいうわ来た来たさあどうや試してみます電磁波おー早い早いマイナ早いあでも麻痺してああなるほどおおいいやっぱ早いの大事なんだ速さありましたねお言ったでしょ言ってましたじゃあゴージャスさんのおかげという感じで無視じゃないですか完全に無視だってどこなのちょっとどういうのでも麻痺って残ってんのかな受け継いでんのかななんか受け継いでなかった気がするんだよな前の三件の時も受け継いでくれてなかった気がするんだよなまあ知らんけどそうだよなでもクリアしないとなんですよねそうですね結局何もなくなってしまうからな罰ゲームもありますからねそうですよねまあエメラルドをクリアまでやるのかまあ歌を歌うのかはい、まあ、多分その二択のどっちかになるかなっていう感じはあるんですけどはい歌を歌うのであればこの間のサトシの、クリアの時に最後に流れたゲットワイルドゲットワイルドワイタイプワイルドほうタイプワイルドっていう曲があるんですけど、はい、それがまあ結構いい曲なので、うんまあ、それを歌うのもありかなっていうなるほど、はい、がまあエメラルドクリアまでっていう過酷さは多分そっちの方が過酷ですね結構コメントではまあ歌を歌ってほしいっていうコメントとナオスケに歌ってほしいんだろまあでもゴージャスさんに歌ってほしいっていう声もあるんで、うん、全然やっぱ期待されてる声は多いですねだから半々なんで全然どっちになってもって感じですただ多分生放送は厳しそうなのでそのスケジュール的に多分やるってなったらまた前みたいに1日がっつり収録でやるみたいな感じになるかもしれませんが、うんなるほど、はい、さあ見つかるのかで直輔さんはね逃げるちょっと謎を一つ解きましたからねいやでも一回サマヨールでちょっと黒い眼差し食らわせられないかなっていう確かにでもゴージャスさんもやっぱりまだねチャンスは全然ありますんで直輔さんのお来たあ残ってる残ってるこれでかいかやばいかもじゃあ黒いまなざしゴージャスさんやばいかもしれないですよ上回れ来たうわ来たよし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 やばいゴージャスさんゴージャスさんやばい見られないゴージャスさんやばいですよ早く見つけないとどうしよ う超大手です今ちょっと待ってよちょっと待ってよどうしよう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 やっつけちゃうかもしれないわけでしょそうですねやっつけちゃえば普通にクリアにはなります、うん、そう
そう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 。どうしよう、やっつけちゃいそう。やっつけちゃったらそうですね。お、来た、来ました。サイハラじゃねえかよ。サイハラか。うわ、どうしよう、どっちがいいかな、どうしよう。ゴリラさん、スプレー切れてますね。スプレー切れてるな。いやー、これは一旦投げますね、ハイパーボール。まあ、20個あるんでね、1回。今までの感じ、直輔さん全然ね逃さず捕まえてるんで、はい、え、嘘、やったー、え、やったー、やったー。ちょっと何もしないですよ、待って。ちょっとそれでいいのか、ちょっと中野湯、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 中野下の階びっくりしちゃった。えぇ、中野湯、ちょっと待って、一回座るのこれ。え、こんなことある、初めて見た。一回座って、一回座って、初めて見ましたこれ。何にもしてないじゃない。麻痺かも。何にもしてない。ストストスト。黒い眼差しして、麻痺も残ってて、ボール投げて。一回投げてみようって。何にも触ってもない。何にも。にもえ？これってこれってゲットしたことになるのかなこれ。なった。なってる、もう捕まえたぞって。いやいやいや。捕まえたぞです。ラティオスを捕まえたぞ。いやいやいや、それは認めらんないな。完全クリア。バトルしてないじゃない、ポケモンの。いいですか、いい、テレビアニメポケットモンスターでね。おぉ、ラディオスだ。次、取れてないってみよう。ボン。おぉ、ゲットだぜ。もう、もう電話止まんないよ。テレ東に。なんかね、イエーつって。まあ、あの、こちらから提案していた当初のクリア条件はもうこれで、クリアということになります。ありがとうございます。待ってくれ。うわ、30分以内に俺が見つけたら、ちょっと、トントンにしてくれる。30分以内。泣きの30分。30分以内で。トントンにはなんないよ。雨降ってきちゃった。泣きの30分？いや、お前誰だよ。お前誰だよ。お前誰だよ。お前これも。お前誰だ、お前が、なんて言うんすか、サチコじゃねえか。サチコじゃねえかよ。あー、勝ったー、勝った。これでも、直輔さん OK してないですもんね、別にその泣きの30分。確かに勝てました。俺と趣味でやってるだけ。趣味で趣味でいいんですね。趣味の30分、趣味でいいんですね。ポケモン好きだからこれじゃあもう勝ちは確定でいいんですか。しょうがないな。え、しょうがないな、しょうがないな、しょうがない、しょうがないな。みんな攻めないであげてくれ、直輔を攻めないでくれ、うん、誰もポケモンバトルをしてないから。え、攻めないでくれ、違うよ、攻めないでくれ、みんなこうやってしてくれてる。今多分すごい拍手、ね、あー、やっと見ますって。攻めないよ、攻めないよ、どこいんのってサチコしかいないよ。ちょっとラティオス探してちょっとラティオスどこにいんだよ、ね、俺のラティオスどこにいんだよ。ラティアスね、ラティアスさ、ここにいるんだよ。いるのか、俺のとこバグで入ってねえんじゃないの。いやいやいや、そんなことない、本当にさ、そんなのない。だっていないよ、だってずっと見てるけど。ずっと見てるよ俺は。あー、嬉しい。いや、これはもうでも勝ちですよね。はい、勝ちは勝ちですよね。勝ちは勝ちなんじゃないですか、うん、やった、うん、だって今伝説並べて遊んでますもん、直輔さん。ゲットしたやつをこれでもかと。伝説を並べて遊ぼうのコーナーです。あー、おかしな話だ。いや、でもあんなしょっぱなに捕まえた初めて見ましたけどね。いや、すごい、いや、びっくりしましたね。めちゃくちゃすごい捕まえ方しました、ね、ノーダメージでゲットですもんね。ノーダメージでした、すごい。じゃじゃーん。うわ、並べちゃった。じゃじゃーん、バチ当たり目。これ今あれですよね、19時までゴージャスさん一応粘ってるんですよね。いや、もうやめろって言ったらもうやめろ。あれ、もうあの決着、ゴージャスさんがもう負けを認めたのであれば全然もう
こちらからあの、ね、最初から提案してるやつはもう終わってますんで、はい、終わりました。まあ、あるとしたらもう本当にもうゴージャさんがめっちゃお願いしてサファリゾーン追加とかぐらいしかもうないですよ。もう普通に行けばもう、ね、サファリゾーン追加してない。サファリゾーンピカチュウゲットするまでっていう。ピカチュウゲットしたらどうなるの？ゲットしたらもうそこでもう終了ですよね。ピカチュウゲットしたら、うん、もっと惨めな気持ちになります。ただピカチュウちょっと捕まえにくいというか確率ちょっと低いので。ああやっぱり捕まえんの？俺はもう捕まえないと。もう俺はストレスでやってしまうかもしれない。じゃあもう普通に、もう当初通り直輔さんの、まあ、勝利ということでよろしいでしょうか？しょうがねえな。あげる。あげるよ。勝利でーす。勝利。ありがとうございます。じゃああのおさらいしましょうか。まあ普通にゴージャス動画からは直輔さんに、はい、まあ勝者の商品として、はい、まあ、1万円分好きなやつをまた、はい、あの後日プレゼントさせていただきます、はい、ありがとうございます。でゴージャスさんには罰ゲームとして、どっちがいいですか、あのエメラルドクリアまでの、まあ、耐久か、歌ってみた。歌、いや歌でも俺感情のこもってない歌になっちゃうな。その入ってないから、その あ、その曲が、あれ、エメラルドは新しくなってないんだっけ？エメラルドは、なってなかったですかね。なってない、うん、家でやしくないか。家でデータを見せて俺やったでしょっていう。家でやらせてくれ。視聴者多分何も分かんない。何これ。タイプライト歌おうじゃん。歌おう。歌いますか。おう、ああタイプライトで、まあ、あのこの間のねサトシの最後のやつの時に、うん、あの最後のエンディングで流れた、うん、まあ、非常にいい曲なので、うん、はい、そっか、歌おう、歌いましょうか、うん、で、ゴージャスさんから直輔さんに、はい、まあ、あの約束の羅漢の湯を、うん、まあ、どのような形でプレゼントするのかっていうのを、はいはいはい、ちょっと最後に、まあ、復習というか、うんうんうん、どういう感じでしたか教えてください。でも捕まえたのかな、あれは。いもすじゃあ交通費入れて入れて、おお、まさかの。 であのペアに関しては何でペアって言ってたのか、ちょっとクイさんが言ってた。ペアっていうのは、うん、何で言ってたの？何で言ってたの？クイさんが、うん、あの配信中にほらじゃあロコと行きなよっつって、うん、あの前に一緒に住んでた親リカ子って言って、ほうほうほう、あの今一般人がいるんですけど、オッケーオッケーと言ってきなよって、オッケーオッケー、いい、全部いいよ、全部、全部いい。マジですか？ただし、ただし、ただし、その旅行記を、はい、映像で、はいはい、まとめて、はい、ゴージャス動画で出す。あいいですね。でそれを俺が見て、それを見て、あはは、おほほ、笑いたい。あー、オッケー、わかりました。俺が条件だ。うわ、じゃあ直輔さんにはあの撮ってきてもらうと、うん、楽しんできた記録を。やったー、はい、いくらになるんだろう。結構な額ですよきっと。面白い映像が撮れるんだとしたら俺は別にそれは全然、うん、こっちの得意もなるしね。うわ、よし、でこい直輔。あー、すごい、かっこいい、うん、やったー、おめでとうございます。ありがとうございます。また次やるとしたらなんだろう。次はダイヤモンド、あー、ダイヤモンドパールなのかって感じなんですけど、はい、うん、次のやつが、まあ、DS のソフトになって、はい、ちょっと今までの環境ではちょっとできないソフトなんですよ、うん、なのでもしかしたらまあリメイク版の方やったらスイッチでできるので、そっかそっか、そっち急に上がるじゃない、急にスイッチ。ゴージャスさんのずっとやりたかった、うん、もう新しい系のシステムになるので、確かに結構まあゴージャスさん的にはもしかしたらテンションも上がるかもしれないぐらい。うわ、ちょっと予習でやっちゃうかもしれない。いや、それダメです。なんで、うん、なんで予習でやっちゃってんすか。ナスケさんやってないですか。ナスケ予習でやってたでしょ。スイッチ予習でやっちゃってるかもな。ルビーやってたでしょ。うーん、まあ、とりあえずまでのダイパもやっちゃったからな。結構最近なんで、そうね、うん、ちょっと休息時間は入れて、はいはいはい、またそうですね、はい、どうします、バトルに関してはあのまたゲームキューブでやりますか、この後。俺は勝ってるままで終わりたいからいい。やりますやりますやりますやりたいです。それで負けたら全部なくなるってさ、どうする。いや、じゃあやんないです。じゃあなしで、なしで、バトルなしで大丈夫ですかね、はい、それはまた、また次回、また今度のね、はい、お話しします。はい、
はい、ということで皆さん長い間ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ミカファ最高でございます。私はちょっとこの後、ちょっとだけあのラティアス、はい、を探して自分の中でけじめをつけようと思います。おお、はい、ということで本日ここまで。また次回お会いしましょう。バイバイ。探すわ。探しましょう。いいっすね。いるんだ。もう分かってんのか。確かに。どうやったら探したら一番効率いいとかあります？まあやっぱレベルが40っていうのがもう分かってるので、まあ、レベルをやっぱ40か、まあ、39ぐらいのポケモンにしてスプレー使うか。31で俺間違ってない人だから。まあ31でもまあいいですけど、出てきた時まあ相手が40なので、ちょっと強いのでまあ先に行動されちゃう可能性と。戦ってないですね、全然ね、この辺の。こんなとこ来た覚えないもんだって。めっちゃ来てます、多分。来てます、ここ。いや、こんな、もうちょっとさ、もうここまでレベル差があるんだったら、もう勘弁してくんないかな、これ。あっちも分かってるでしょ、もう俺の覇気見た時に。覇気で。いや、まあ、強そう、ほら、もう虫だろ。ほら、もう3体並んでくんないかな、もう全部燃やすから。ちょっとこんなことやってる場合じゃないんだ俺は。三度蹴り。あとはさっき直輔さんがやってたみたいに、あの、まあ、フィールドをね行ったり来たりを繰り返してみたいなのがいいかもしれないですね。行ったり来たり。そうですね、あの1つのマップを、2つか、行ったり来たりじゃなくて、まあ、3個のマップをなんかくぐっていくっていうのが一番効率がいいですね。さっきあれなんか十字でね、直輔さん、あの、はい、どこでしたっけ、あの近接シティ、近接シティ、あそこで上行ったり左行ったり下行ったり右行ったりっていうのを、あそこやとね、4箇所パターンが出てくる可能性もあるので、中で見たの？見てないです。でもここが絶対回りやすいなって思ったんで、書いてあったの？何に書いてあった？何にも書いてないです何にも書いてないです。ゲームウィズに書いてあったんじゃない？私の頭で考えました。いや絶対いるから、ここに、ここ絶対いる、ここに絶対いる、あと10、あもう5分で出すわ。お絶対ここ、絶対ここの草むらにいる。広くないこれ。広いっすね。え全然こう来てないこれ。ほんとだ、が戦いたくねーっつって。ほらトレーナー邪魔やな。邪魔だほんと、俺がラティオス見つけるんだ俺は。うん、ナオスケさん、サファリ見に行きます？あ、確かに多分ゴージャスさんまだ10分ぐらい多分探し回ると思う。ハンデが難しいですよね。ハンデ、そうですね。ダイパーはそのスイッチ版のやつをやってないですか？剣立てはやってましたもんね。剣立てやりました。そうですよね。剣立て勝手にやるの？剣立てはそうですよね。なんか結構ガチでやってましたもんね、剣立ては。しかも、はい、いや対戦も。そうですよね。この草むらいるかい？まあいない可能性もありますね今。うん、あ、お金がないですね。なんか売りましょうか、なんかアイテム多分めっちゃあると思う。ちなみにハンデどうでした？ゴージャスさん的に直輔さんのこの全部捕まえるハンデちょうどよかったですか？それか全然少なかった。少なかった。そっか。もうちょっとハンデやっぱ欲しかったぐらいの。もっとえぐいハンデ。えぐいハンデ。えぐハンデか。もだえるぐらいの。欲しかったな。これのちょっとえぐいのやったらトレーナーが出したやつで。まあ捕まえられないのもありますけど、うん、それ以外捕まえるとかにすると多分エグすぎて、エグすぎますね。もしかしたらゲボ吐いちゃうかもしれない。エグすぎますね。確率めっちゃ低いやつとかもトレーナー出してくる。うわ。ってなるともしかしたら、まあ、こんな接戦なってなかったかもしれないですね。あ、逆にですよね。逆に。もう終わりだ、ダメだ、もうストレート終わった、終わりです。謎の化石が悪いです。謎の草が出てきても俺の心はもう俺です。スプレーが俺ですもこの時に出てきてくれるんじゃないかな。この時に最後来い。ダメだもん、終わりです、終わりです、終わりです。心がもう折れました、折れました。あとじゃあ私のサファリボール30個まで頑張ってください。はいさあ初サファリ、初サファリ。大丈夫ですか？なにこれ、ポロッコ置き、ポロッコ置きますか？
ポロッコ来ました。どうなの奥さん。わかんないです。それに釣られてくるんじゃないですか。おう、おう、キリンリキ。キリンリキだ、キリンリキ。近づく。キリンリキ。キリンリキ。キリンリキ、ポール。金銀の時言いましたね。うんうん。それだよ、それだよ、キリンリキ。お前の方が優秀だぞ。ラティオスよりもお前の方が優秀だ。ラティオス。すぐ捕まりましたからね。うん、人懐っこい。あれ、キリンリキ。一緒だな、お前も。ピカチュウ多分この辺のフロアにいますね。あら、そうなんす。出た。そうなんす、出た。進化前も。あ、前回の石を投げるはもうなくなってますね。なあ、あらがい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 、捕まっちまうぞ。うわあ、あらがい、あー逃げ出した。ピカチュウどんくらい珍しいですか。ピカチュウ結構、まあでソーナンスと一緒ぐらいなんですけどね。あ、へえ。ソーナンスも結構珍しいですね。おお、そうなんす、出会いました。先出会いましたね。ピカチュウ、ピカチュウ出たら言ってくださいね、ラティアス。結構でも惜しい戦いしてたんですけどね。最後の、ね、四天王戦からちょっとおかしくなっちゃったんだ。あそこであの四天王の最後、おお、これだ、トロピウス出た。おー、これでしょ。これだよ、トロピウス、ラッティエ、ラティオス、トロピウス。でしょ。いや違いますけど、これも珍しいですね。いやこれだよ、うわ久しぶりに見た。これだよ。むしろこれだよと。水と虫タイプ、いや水と虫タイプもう木だと感じ。草、草タイプ、草、草。ピカチュウ来るか。ピカチュウ。取った。そうなの。ゲット。やばい。直輔みたいなことしちゃった。一緒のことを投げてゲット。投げゲット。投げゲット。戦わず。いやー嬉しいなー。金銀のリベンジを果たせましたよ。確かに。初代の時は、直輔さん勝った。はい。で金銀はゴージャさん勝って。うん。順番だから順番。ああ来た。ピカチュウ、かわちい。ゲットできるか。あれ、あ、ピカチュウかわいいな。ピカチュウ。意地見せろ。ピカチュウ。よし、意地見せた。あーピカチュウ。あーピカチュウ。まあこんな感じですよね。なるほど。まあ、いることできたんで全然。じゃあ終わります。はい、ラカンの言う。結構ダメージ。ラカンの言う。お、確かクチート、あ、捕まえてないですよね。そうですね、クチートだけ捕まえてないので、直輔さんは捕まえないとって感じですかね。はい。なんだっけな、いる電車が、いる電車がだいぶ、これ、この間もな、何これなんだってなってましたね。うん、え、お、流行っているもの、流行っているもの。ああ、来ました、そこ。流行っているものはとは、頑張る腕力、頑張る腕力。ちょっとわかんない、ああ、急所に当たっちゃったよ。倒しちゃいました。少しずつ削ってたのに、時代は頑張る兄貴になりました。流行りましたね。流行っちゃった。頑張る兄貴。そうすぎるけど、まあしょうがない。頑張る、おお、もう頑張る兄貴になってる。もうすごい、俺が流行らせた。流行らせましたね、うん。やっぱ流行語を生むのって難しいですか。まあ、流行語、まあね、うん、結局俺の時はさ、はい、スギちゃんのワイルドだろうがね、うんうん、流行語大賞もね。あ、そっか。流行語大賞取ったっけ。大賞。大賞なかなか取れないですよね、だって大賞ね、まあ、入るだけでもすごいですよね、うん、
流行るだけでもね、うん、そうなんですよね、確かに筋肉のパワーとかもさ、あ流行るんじゃない、やっぱり流行るんじゃない流行るんじゃない流行るんじゃない、やっぱり何が流行るか分かんないけど結局単語だよね、うん、そうですね。ゴジャスさんはなんか流行らそうとしたことないんですか、これは来るぞみたいな。レボリューション流行ってんだろレボリューション、それはあれ流行するなと思って決めた言葉だったんですか。でもあでもね、もうあの時は計算づくだったから何でもかかるようにはできたよね、うん、へー、宇宙海賊も宇宙も海賊も入ってるし、あすごい戦略的だったんだ、ね、計算で、あ話してると一つも体のあれが入ってこない全然頑張るワンリキーが全然何にも入ってこないそんな多分物語に影響してないですよ関係ない多分吸い取る？いいよ。いいよ、うん。お前が吸い取るんだったら、俺はケッポルわ。わ強いな。いやいいっすね。いやあ、アチャモが一作目からいたらな。あ変わってました？一作目からいたら変わってた。違うんだ。このうわもう、うん、ここから走るんだよ。本当すごいピーターアーツだよこれピーターアーツいや直輔さんわかんないんじゃないですか格闘技、わかんない、わかんないの、もったいないなんか悔しい、めちゃめちゃ笑ってる人いるまだ笑ってる人いる視聴者はねピーターアーツかよすごいな嬉しいな、それだったら知らない人すんですん誰ですか お、キノコ燃やそう、キノコ、キノコ燃やして食うから食うまで行くんですか、そう、うちの娘が今頃なめこ好きになっちゃって、え、食べるなめこですか、違う違う違う、あれ栽培するやつ、今なんですね、確かに今まだ流行ってんすか、そういう子、いや流行ってない、流行ってないって言ったらあれだけどまあでもね、俺もご当地なめこって言って、はいはいはい、都道府県のなめこ昔集めてたんだ、あーご当地キティちゃんみたいなね、はいはいはい、あーそんなのあるんだ、うん、いろいろレアなのいっぱいあるからさ、うんうんうん、でもそれどこにしまったか忘れちゃってあでも見つけたら ね、 たらね娘さん大喜びですね、その頃にもう別にもう違うその頃にはもう、ね、最近この間新年にさ、杉ちゃんの一家とさ、うん、横浜のなんかねアトラクションのとこ一緒に家族ぐるみで、すごい、杉ちゃんがさ、はいはいはい、ゴールデンゴールドナメコのさ、うんうん、歌歌ってんの知ってる、知らないゴールドナメコの歌すら知らないでしょみんな、はい、それをね歌ってんだけどさ、知らなかった、でもそれ歌ってもそんなにおーってなってなかった誰も知らない歌、誰も知らない誰も知らない歌って面白い、誰も知らないの、誰も知らない歌、誰かは知ってるはずですから、誰も知らない、本当に誰も知らない、でも後で調べて誰も知らない歌で、誰も知らない歌着実に、着実丁寧、おっナイス、オッケー、すごい200超えましたね、はい、200超えました、お、いや、道のり長とりあえず500いくけど、これ長いな、直輔さん、昔やってた時はやってた記憶あるんですか、ありますね、ドハマりしてましたね、ドハマり、昔から、昔からギャンブラーだったんだ、はい、やっぱ何度も言ってますけど、コインゲーム大好きなんで、うん、もうこういうの本当に大好きだったんですよね、なるほど、コインゲーム、俺ね、ゲームセンターで働いててさ、はい、メダルゲームの担当だったのね、おー、はい、なんでメダルゲームやるのかなって、いや結構好きな人いますよ好きな人多いですよだって、だってそれゆくゆく換金もできないしさ、はいはい、ゆくゆくはさ何にもなんないよ、景品もあるわけもないし、いや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 、そのなんていうんですか、少ないお金で、うん、こんだけ楽しめるっていうのが、あ
からんな。楽しいんですよ。しかもね、どんどん増えていってね、うん、増えていって、ジャックポット入ったら大喜びみたいな。そう、うん、ポケモンのね、メダルゲームもあるんですよ。うん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 。まあ、こちらでもなんかメンテナンスしてたから。あ、うん、あ、そっか、すぐ詰まるから。呼び出しボタン押されるんですね。すぐ詰まるんだ。エラー音で、エラー音で、はいはいって、行ってくださいって。なんかあのガラガラみたいなやつするんですか。なんか抽選会みたいなしませんでした。抽選会はしないな。あ、そうなんだ。抽選会、抽選会。なんか、うん、例えば5のつく日に、うん、なんかそのいつもだったら500円で、うん、あ、何枚しか出ないけど、もう最低その設定で、あのガシャポンでガラガラで金色が出たら、うん、それの5倍もらえるとか、メダルが。地域のやつですね、多分。あ、そうなのかな。それゲーセンの本体がやってないやつでしょ。あ、なんか店舗ごとでね、うん、結構イベントあるんで。あ、そういうことか。あれが良かったんだよな。2倍掛け事あるじゃないですか。いやいやいや、掛け事っつってた。掛け事。もう言っちゃってる。やだ。だからね、あ、念力。ああ、大風呂。大丈夫、一回これ潰すの。大丈夫ですか。おー、強い。あぶね。俺声出ちゃったよ。すごい声出てましたね、今。あ、お、勝ちました。したら、そっか、これもったいないな。こっち、これチェンジだよ、ダメだ。今俺気づいちゃった。一回回復して、回復して、うーん、いい傷薬で使う。それ、あれっす、それ、あれ、うん、あ、そうです、うん、あ、今、傷薬じゃなかったですよ。いい傷薬で、ん、あれ、どうに、どうに、あ、あれ、あ、カーソル全然見えてない。まあ言わなくてもよかったかなと一瞬思いましたけど、ちょっとかわいそうやったんで言っちゃいました。そりゃそうだ、うん、そりゃそうだ。不思議な目やったんで。あぶねえ、うん、それはかわいそう。さすがに、さすがに言ってあげるよって言われそうやったんで。いや、そうだな。ヤマタパンには好きな惑星を一つ。やった、出た。あら、敵だ。え、なんなんなん、敵かい。水ポケモンじゃね、ドジョッチ。うん、ドジョッチです。言うと思った。あ、バレてた。言うと思った。バレてたんすね。来ると思った。何か問題でも。吸い取る。さあ、混乱。あー、混乱。いや、混乱関係ねえ。そんなの関係ねえ。あ、関係なかった。そんなの関係ねえ。そんなの関係ねえ。ちょっとツッコミ待ちのような感じでしたね、今。うん、あ、大丈夫でした。全然いい、全然いい。めちゃくちゃなんか見てね、ナオスケさん。すごい、いろんな芸人の方のいっぱい出てきますね。はい、では、はい、行きたいと思います。はい、掛け声大丈夫でしょうか。大丈夫。はい、では行きます。あ、後ろ先でしたっけ。そうだよ。何で忘れんだよ。そうか、そうか、そうだよ。ゴージャスか。あ、そうか、うん、あ、はい、はい、行きます。本番5秒前、5、4、3。ザ・エンド歌って。 G だ、 G。 G エンド、 G エンド。みんなご視聴どうもありがとう。チャンネル登録はそれ、ここ。メンバーシップはそれ、ここ。次回も面白さレボリューション。バイバーイ。